翼だぜひたぎだよ二人合わせてコールドシスターズ<は>えっえー、っとあじゃじゃあ副音声クイズやめましょうそんなに面白くならなかったわ見切りが早くないおかしいわねもっとドッカンドッカン来るはずだったんだけれど薬ともできなかったわなかなかカレンさんと月日さんみたいにはいかないわねそうそうまあまあ失敗から学べたからよしとしましょうまた一つ賢くなっちゃった私あなたこういうとき対に私に先にやらせるよねルンバうらやましいわ ああルンバ私のアパート安武神だから音が響いてルンバ使えないのよね駆動音が響いちゃうんだ駆動音というかタイヤの音がねそもそも買えないけどほうきとちりとりでちりとてシャンよちりとてシャン神藤さんじゃなくて これ廊下で寝てることに対する説明はないのよねそれは黒の方でしたのかな黒それは全国で絶賛発売中のブルーライオア DVD 2012年の年末に2時間スペシャルで放映された猫物語黒のこと 縦板に水のセールストークをまあ千条ヶ原家にはそもそも廊下がないんだけれどねそうだったねあらそろそろアバンが終わるかしらということはそろそろ来るわねこの私戦場千条ヶ原ひたぎの歌うオープニングソングがさあ今回はどんな名曲が披露されるのかなわれながらドキドキワクワクよこれ以上のわれながらはないよね マーケティングになってないよ。 というわけで改めまして猫物語白ブルーレイをア DVD をお買い上げの皆さんこんにちは直越高校3年生元祖ツンデレ千条ヶ原ひたぎです大きく出たねツンデレは私から始まりましたそんな重い責任担えな,ないでしょいいのよ行っちゃった者勝ちでしょこういうのはなかなかの負け戦だと思うよそうかしらでも元祖猫耳の羽川さんが言うんだったらそうかもしれないわねやめてやめて荷が重すぎるちょっとしたラーメン屋さんみたいな感じよね元祖とか 本家とか本元とかえーっと同じく直越高校3年生羽川翼です猫物語白では主役を張らせていただきましたあというわけで今回の副音声は私と千条香原さんとでお送りしますね第1話から第3話までよろしくお願いします久しぶりの長丁羽ね喉が鳴るわ喉が鳴るって猫みたいだね おやおやそんなことを言っている間にハチクジちゃんの登場じゃないそうそう迷いちゃんに会ったんだこの朝私たちが面白トークをしている間に羽川さん家を出ちゃったのね面白トークって残念羽川さんのお着替えシーンを見逃したわでも大丈夫巻き戻せばいくらでも見放題見放題はないで副音声収録中に巻き戻さないで副音声が二重音声になっちゃったりしてねそれ昔やって大変なことになったでしょ新鮮ねリュックサックを背負っていないハチクジちゃんというのはそうだ、ね ね、えー、っと「迷いまいまいの時に背中から下ろしたことがあったかなあでもこれが初見っていう視聴者の方もいるかもしれないから紹介しておきましょうかそうだねそれが副音声の役割だもんねこの子の名前は「八九字迷い」ツインテール発祥の地です発祥の地って勝手なこと言うな何よ三つ編み発祥の地羽川翼さんいやもう三つ編みじゃないしちなみに私は「前髪結び発祥の地よ」 それでいいの選んだな八九時迷いニックネームは89テラです89テラくらいの人気があります私のおよそ半分といったところでしょうか嘘ばっかりついてるそう嘘でした本当は私の人気が彼女のおよそ半分ですいやそっちじゃなくてこの辺羽川さんの推理炸裂よね推理って言うほどじゃないけれど名探偵羽川翼 スピンオフが期待されるわねその場合私が助手を務めるわ最優秀助演賞受賞候補のこの私が頼もしい意外な犯人私さほど意外でもないそう元祖ワトソン戦場ヶ原さんが犯人なのよ元祖ワトソンはどう考えてもワトソンでしょう分からないわよワトさんかもしれないじゃない見つめは通らないまあしかし荒々木君に比べて羽川さんの出立は早かったわね猫物語「白」の時の荒々木君はひどかった戦場ヶ原さんワトさんでいいわよ よくないでしょ戦場ヶ原さん「猫物語クロン」見たの見たわよどうしてそんなこと聞くのいやあなたは自分の登場シーンのないアニメは見ないことで有名じゃないしっけえなあうんそうだねごめんごめんラストシーンでちゃんと出てきたでしょ私ああそっちでしっけえなんだ 004そろそろトラさんの出現パートねあそうだねということはもうすぐ私が登場するわトラさんを基準にご自身の登場を図らないで思いのほか巨大よねあのトラさん私羽川さんの話からはもっと手のひらサイズのトラさんを想定していたわ私の話をよく聞いてなかったってことだよね何を言うの私が羽川さんの話を聞いていないなんてことがあるはずないじゃない手のひらといってもジャックとマメ木キにおけるガリバーの手のひらよ一瞬聞き逃しそうになるけれどガリバーは 豆の木じゃなくて旅行機だから関係ないけれどスマトラトラってトラトラって続いてなんだか可愛くないなでなでしたくならないなでなでできないと思うけどスマトラトラに会うためにスマトラに行きたいわそこへ行くと羽川さんは道でホワイトタイガーに会えるんだから私とは格が違うわね私格でトラに会ったわけじゃないんだけど黒い猫に横切られると縁起が悪いって言うけれど白いトラに横切られると縁起的にはどうなのかしら心の準備がない状態で猛獣に出会った時点で縁起は もう悪かった後だと思うなはいというわけでございまして虎到来のシーンでしたなんでわざわざ自分いじめみたいなこと言うの さあではいよいよ満を持して最優秀助演賞受賞女優千條ヶ原日多木さんの登場ねえ受賞が決まったのいつの間にひたぎんひたぎんこっち向いてひたぎん親しみのある女優さんなんだね千條ヶ原んとも言われているわ言いにくいでしょう言いにくい演出なのよ憎い演出みたいに言わないでまあまあひたぎんっていうのもなんだか怪獣っぽい響きになっちゃうし現実的にはハランかしらねいや現実的にはあなたがそもそも女優じゃないえ何 この世界で真に女優の名に値するのは自分だけっておっしゃりたいのおっしゃりたいわけないでしょうノーースリーブなな着こなしが素敵よねんあ ああ,あなたの話ね画面の中のこれ流行ってたんだよねこの頃袖をロールアップするのでも羽川さんはやってないわねうん私着崩すっていうのが苦手でなるほどでも私も得意ではないわね着崩すのが得意なのはカンバルねあの子気がついたら裸になってるものもう着崩しじゃなくてそれは服を着る気がないんじゃない気がついたら裸になってる後輩なんて実在するのええ気がついても裸になっているしふらついても裸になっているわ裸になる行為にふらつくでしょう 肌カンバルするがってだからあなたとあの子が副音声をやるときは肌川さんと肌カンバルのオールヌードコンビということになるわねファン推ぜの必聴副音声よファンいないでしょそのコンビには実現不可能だよまあ副音声も思えばいろんなコンビでやってきたものだけれどねしかしやはり副音声といえば羽川翼あってのものだというのが定説よね定説にしないで伝説にしろというの仮説でも嫌だよ副音声の女王との呼び声も高い羽川さんなんだから オールヌードコンビも実現不可能ではないってそういうコンビが実在するみたいに言うのをやめてくれないカンバルさんと副音声やったことあるけどそこまでじゃなかったよそんなこと言うとカンバルが悲しがるわよあの子変態扱いされるのが好きなんだから思ったより変態じゃないねって言われると泣くんだから将来が心配すぎるまあ泣くは大げさだけれどね バルハラコンビでの副音声は今度こそ禁じられてるんだけどそうなるとそもそもあの子副音声にノミネートされるのかしら最優秀副演唱を取り逃すんじゃないかしら副演唱なんてあるんだ 今まで誰が取ってきたのもちろんあなたよ羽川翼さん副音声の女王クイーン羽川私の知らないところで私が訳のわからない賞を受賞している伝道入りしたからもう今年からは取れないんだけれどね私の知らないところで私が訳のわからない伝道に入ってるブラック羽川の仕業じゃないあなたの仕業だと思うあなたが実行委員会だと思うまあこうして私と羽川さんのコンビで副音声をやるというのも初心に帰った感じで雰囲気良好よね本当に今この場の 雰囲気が良好なんだと思っているんなら、あなたの空気の読み方にはいささか問題があると思うな。読み方って雰囲気が正しいんだっけ？漢字の読み方を間違わないで。いっそコンビ名つけちゃいましょうか？千畳ヶ原ひたぎと羽川翼でコンビ名をつけるんだとしたら、裸は絡めないでね。ガハランフィーチャリングひたぎん。いやそれだと千ヶ原さんがメイン、あサブも千ヶ原さんだ。一緒に死んであげることくらいはできる。いい加減にしてよ。こんないいセリフ言ってるのに。いいセリフっていうかこれは。 ちょっと怖いけれどね私たちの教室だねホワイトボードであらすじがイラスト化されてるのが分かりやすいよねグッズ化してほしいわこのホワイトボードホワイトボードごと家に置けないよ まあまあ私の場合奥家くが焼けちゃったわけだけれど友人として上手に慰められるかどうかはわからないけれどでも羽川さんこれでホワイトボード置き放題じゃないなかなかない慰め方だねいいな私のアパートホワイトボード禁止だもの焼けあとにホワイトボード置いてたら何の塾が始まったのかと思われるでしょうただこのあと川さんは学習塾跡あとに行くわけであって行くわけであってって言われても別に私は塾を始めに行くわけじゃないよままあ、まあ結果 その学習塾も3話のラストで焼けちゃうわけだけれどそうだねラストと言いますかトラストと言いますかトラストとは言わないと思うえじゃあカルテルっていうの話が再現なくずれていってる話を戻そう千条ヶ原さんホワイトボードの話だっけホワイトボードをグッズ化する話ちょっと戻りすぎたかしらグッドスマイルカンパニーさんに期待よねグッドスマイルカンパニーさんはホワイトボードの制作を受け負ってはいないんじゃないのかな まあ本編でも散々怒ったからもう言わないけれど羽川さんよくもこんな廃墟で寝泊まりしようと思ったわね他に候補なかったのああでも考えてみればなかなかないものだよ屋根があって人目につかずに寝泊まりできる場所ってあと大篠さんが滞在してた場所だから大丈夫かなって思ってただからこそ危ないと私は思うけれどね とといったところで、A、パート終了の予予感感かしら予感ってこう言っちゃあなんだけれど羽川さんが主役になったとたん話の進行が早いわよね荒ぎくんだったら絶対まだ家から出てないわよ月日さんと部屋でじゃれてるわよまあ猫物語「黒」では確かにそうだったけれども,れで,もでは A パート終了です続いて B パートです はい B パートです小数が1つ飛んでます毎回言うけれども<ん>いや毎回私たちアバンオープニング A パート B パートエンディング予告って区切りを言うけれどもそれって副音声に必要な情報なのかしらねいやまあ一応目どはつけながら喋った方がいいんじゃんなるほどといったところで G パートね G パートああガハラパートの略なんだでは続いて G パートをお楽しみください羽川さん この G パートで果たして私の好感度が上がったのかどうかって微妙なラインよね好感度を気にしないでいいシーンなのにあら好感度を気にしないで何を気にするの色々いろいろかな むしろ泣きつく私を受け止める度量を持つ羽川さんの好感度が上がってしまった気がするわだとすればそんな大失策はないわけで策とか言わないでいいシーンなんだから G パートをお楽しみくださいとは言ったものの当事者としては悪態をつかずにはいられないシーンだわただこのシーンの戦場が原さんを見た後のアパートのシーンの戦場が原さんって繋がらなくなるくらい落差あるよねそうだったかしら私はアパートのシーンでもシリアスにあなたに語りかけていたように思うけれど清口 それはじゃあこの後じっくり見ていただくとしてうん改めてねこの時は迷惑をかけてごめんなさいそして探してくれてありがとうと今言っておこうかなやめてよ羽川さんそんな好感度が上がるようなこと言うのいや好感度とかじゃなくて私の中での好感度が上がってるのよ こうしてしれっとメンタルが元に戻る辺りがクールビューティー千城ヶ原さんだと思わないでもよく見たら目の周り腫れてるよなんと上手の手から水が漏れるとはこのことだわ自分で言うかな このなんで羽川さんは頭をずっと押さえてるんだっけいや分かってて聞いてるじゃないそれ分からないなんでだろう不思議だわ本人の口から答えを聞くまで納得できないわこの話題から離れられないわ分かった分かった寝癖を押さえてるのこれ寝癖羽川さんに寝癖なんてつくわけが考えられないわね嬉しそうにしちゃって長かった頃はそうでもなかったんだけれど髪短くしたら跳ねやすくなっちゃったんだよね 羽川さんだとせめて自分の責任で言って三つ編み発祥の地時代に比べたら寝癖がつきやすくなったといや私の地層にそんな時代は存在しないってああそういえば化け物語を見て偽物語を飛ばして猫物語を見始めている視聴者の方々のために説明が必要かもしれないわね私と羽川さんのヘアスタイルが変わっていることヘアスタイルが変わっているというかその見方が変わっていると思うけれど かつて羽川さんは三つ編みメガネでしたなんだか悪意を感じる紹介なんだけれどそれがいろいろあって今のヘアスタイルに落ち着きましたメガネはどこかに行きました説明する気がないじゃないメガネどっか行ってないよコンタクト入れる時間がない時は今でもメガネだよじゃあ元祖メガネっこの称号はまだ返上していないのねその称号を持っていた覚えがないありがとう今の可愛い <ん>今の白駒見えなかったおあああの黒猫がいた画面だねなんだ千尋ヶ原さんもああいうのを愛いって思うんだね私の可愛さに対する感性はまっとうよあの白駒が白白だったことも見逃していないわえっと千尋ヶ原さんのヘアスタイルについての説明がまだなされていないと思うんだけれどおっと忘れていたわえっ、ー、と私も昔はロングヘアだったのですが羽川さんのような三つ編みでこそなかったものの私の三つ編みをたたえない そこを妖怪紙切りにやられました夜道を歩いていたら切られました気をつけよう夜道の一人歩き嘘をつかないでおっと名シーンが来るわよ名シーン名シーンザ・戦場ヶ原さんの首かしげすぎ印象深いよねこのまま首ブリッジに移行したらカレンさん見たくないな戦場ヶ原さんの首ブリッジできなくはないわよ私体は柔らかい方だし頑張ればだからね頑張らないでほしいなって話でも本当妖怪 髪切りで良かったわよ。あの時、行き合ったのが首切りだったら、こんな角度になれなかったわけだしね。あの時とか、虚言に具体性を持たせないで、会ってないでしょ。髪切りに、おっと、また名シーンが来るわよ。お静かに。上品に言うな。おだまり、貴婦人。今はこれが精一杯。ね。名シーンに名台詞。いや、これはカリオストロの城の名シーン、名台詞でしょ。まあまあ、猫物語城とカリオストロの城。で、共通点はあるしね。無理やり見つけたな。 カリオストロの城を好きなの大好きよ一時期カンバルに私のこと伯爵って呼ばせていたもの伯爵のファンなんだほら今はこうしてアパート暮らしだけれど当時の私は富豪の娘だったからそういえばそうだったね富豪の娘から不幸の娘へとジョブチェンジしたわけね笑えないおっとまたもや名シーンが来るわよ 何ほら名シーン千尋ヶ原さんの脱ぎっぷり気がついたら裸になっているのはあなたじゃない戦場が裸ひたぎというわけねあなたはどんな名前にも裸を絡めることができるんだね裸で絡んでるといういやらしさを考えればどんな名前だろうとできないことはないわ荒ぎくんならどう絡める荒ぎ裸でいいんじゃない相性が感じられない真面目に考えると考考ええるることと自体が不不真真面面目目だけど不真面目に荒ぎの「ラ」の字を裸にすればいいと思うわ。ら うわあ妹さんたちも同じようにあららぎかれんあららぎつきやめてやめてやめて裸絡からみにファイヤーシスターズを巻き込まないであげて裸絡からみって柔道の技みたいにあなたが振ったんじゃないはしごを外さないでよ私は妹さんたちにまでは言及していないおやおやまたも名シーン来るわよ自分のシーンは全部名シーンって言ってない 下着姿で灯籠剣のポーズを撮れるキャラはなかなかいないわよまあ普通下着姿でポーズを撮らないからねカンバルなら撮るわえらく近場にいるじゃないあとはブラック・ハネカーさんも撮るんじゃない私だったかカレンさんあたりもやるかもしれないわ人数も結構いるみたいだねそういう視点から見ればブラック・ハネカーさんの下着姿が今回あまり見られないというのが残念よねいやそんないい話はないそういう視点から見ないでその代わり私の下着姿が惜しげないわけよ 《作中の一定の下着量を保っておかないと世界のバランスが崩壊するからね》《崩壊しておしまいなさいそんな世界は》ヘアスタイルの話だったわね。 あ、覚えててくれたんだうん妖怪ミ切りに切られたという虚言を公式に修正しておいてもらえると助かるな隠しエピソードがあるみたいに思われると混乱をきたすからシャーロック・ホームズで言えば傘を取りに行ったまま帰ってこなかった男みたいな感じねいやそんないいものじゃないでも羽川さんの髪は妖怪ミ切りにやられたようなものじゃない 詳しくは全国書店にて絶賛発売中のアニメ「化け物語コンプリートガイドブック」をお読みくださいもっと自然にできると思うんだけど宣伝ってっていうか戦場ヶ原さんあれ読んだのあらまたも名シーンねえどう今のキラキララ原さんいやまああんな生き生きとした表情の戦場ヶ原さん確かに見たことないけれど。 生生き生きとしている理由が確かに落差激しいわねあの学習塾後のシーンから本当感情豊かになったわよね戦場ヶ原さんそうね昔だったらもっとクールに羽川さんを一緒にシャワーに誘っているわね誘うのは同じなんだ誘わないわけがないわよねいつだろうとさっそうと誘うわさっそうと誘うんだうかつに近づかない方が良さそうだな近づかない方がよ誘うやめてね私が滑ったみたいな空気にするの妖怪髪切りって そそそもそもそんななにメジャーなのかしらね自分で名前を出しておいてどちらかというとカミキリムシの方がメジャーかもしれないわねうんじゃあ虚言を修正するわ。 夜道を一人で歩いていたら大量のカミキリムシが飛来してきて私の髪を切っていったのよそっちの方が怖くないでもカミキリムシって本当に髪を切れるのかしらハサミのように切れるかと言われればそれは無理だとしかさあここでまた私の違った表情が見られるわよ副音声がさっきから千尋ヶ原さんの表情ガイドになってる ね可愛かっったたでしょょ私のちょっとすねたみたいな顔可愛かったけど下敷きにして販売したいわ相変わらず下敷きを押すな言っておくけれどこの辺りのシーンが下敷きになって販売されるということはあなたの下着姿が下敷きになって販売されるということだよ下着下敷きだよ下敷き販売のためにはやむを得ないわねなぜそこまで下敷きに強いこだわりを下着にも強いこだわりはあるわよ見て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 って見ていいの なく画面の方よもちろんカニの下着なのよこれとかもグッズ化して販売できると思わない違う需要が生まれそうなんだけれどいずれにしても戦場が原下敷きというわけよこれ前にも言ったっけ言ったと思う 副音声歴もいい加減長くなっているからちょくちょく話題が被ってきちゃうわね。フリートークゆえに前に何を話したかが結構曖昧なのよ。カミキ切り虫の話もひょっとしたらしたかしら。それはしてない。アリの話はしたけれど。ああ、アリの話それは覚えてる。アリが10匹いたらありがとうって話をね。何も覚えてないじゃない。あれだけ長く喋ったのに。そうそう。それも私の下着シーンの時の話でした。あの時は確か文房具柄の下着を着用していたんじゃなかったか 下着の柄は覚えているのにアリの話は覚えてないんだアリが10匹いたら30匹いると思えって話だっけゴキブリの話と混ざってるシロアリはアリじゃなくてゴキブリの仲間だというのは聞いたことがあるわ猫物語シロだけにシロアリの話をするとそんないろいろ知ってるのになんで働きアリの法則を忘れるの これもいい表情ねさすが私でもこれ元陸上部だけに先走りとか言ってた時の表情だよね陸上部で先走りってフライングじゃないフライングライン戦場ヶ原と呼ばれていたわんどういう称号なのそれ陸上のスタートって合法を聞いてからスタートを切らなきゃいけないのよただ私は昔から警戒心の強い人間なので合法を聞く前にタイミングが読めてしまうなので反則にならないギリギリの線でおっと羽川さんの体のラインがその話面白い からもうちょっと聞きたいんだけど下着に対するこだわりがなさすぎるでしょういやこれは前日に100円ショップで買ったやつでというわけで B パート終了続いてエンディングです今回も素敵なエンディングテーマなのねエンディングロールにおけるキャストの少なさは相変わらず同目だけれど4人だったね第1話終了進行の速さも同目だわ荒ららくんだったら八九じちゃんと出会うところで引きよね そして第2話は荒木くんとハチクジちゃんのトークでおしまいというありそうだけどもただ結構ショックなのは迷いちゃんは迷いちゃんで私とのトークは割と早めに切り上げて荒木くん探しに行っちゃったってことなんだよねそういえば全く長話をするつもりがなかったわねあの子 何にしてもあららぎくんがいない物語っていうのもなかなかどうして新鮮なものがあったねこれまでは基本彼の視点からの物語が描かれてきていたからある種副音声から本編へのガールズトークの進出とも言えるわねいやそれは言えないと思うけれど ガールズトークってもっと可愛らしいものじゃない可愛い,いじゃない下着の話とかしてゴキブリの話もしてたよねフナムシの話とかした方が良かったかしら大差ないと思うなフナムシってゴキブリよりも動きが素早いらしいわよ本当にしないでしかもフナムシとゴキブリを合わせた話よただ本編も私たち2人がメインで副音声でも私たち2人のトーキングとなるとこのディスクにおける私たち成分の濃度って相当になっているわよね私たたち成分の濃度って大丈夫 かしら法はしちゃわないかしらそこはファイヤーシスターズに頑張ってもらいましょうそうねというわけであの子たちの予告ねファイヤーシスターズのこの予告をする気が全くない掛け合いを聞くと初心に帰れる気がして悪くないわねうんツークールこの調子で予告をずっとし続けるってなかなか大変だとは思うけれど頑張ってもらおうクえっ 副音声クイズよ冒頭であなたも出そうとしていたじゃないあれは面白くならなかったからやめることにしたんじゃ対抗意識が出てきたわなぜ向こう水にも向こうを張るあ,あでもタイムアップねでは副音声クイズは次の予告でではでは「猫物語しろ第1話副音声ご清聴ありがとうございました続いて第2話でお会いしましょう